カマスサワラは、鈴木木サバカカマスサワラ属に分類される、甲骨魚。本種一種の実でカマスサワラ属を構成する、英名、和宝。ハワイでは、斧としても知られる。学名の由来はギリシャ語で、トゲハガツオ属のメゼ。長崎県でオオカマスと呼ばれていたが、岸上県基地はこれを不適切として、カマスサワラという和名を新たに与えた。大西洋、インド洋、 太平洋の熱帯及び亜熱帯。日本では伊豆、小笠原諸島、沖縄、奄美などに多い。全長85から105センチで成熟する。170センチまで大きくなるが、最大250センチの個体も記録されている。最も重い個体は83.0キログラムである。体は防水型で細長い。体長は頭腸の5倍弱。 対高の8倍弱。糞は長く、尖っている。価格は、上顎よりも長い。上下の顎には三角形で扁平な歯が密生する。第一背びれは長く、第2背びれにほとんど接する。背中側と腹側に、角8から9本のリビレがある。体色は、背面が灰色を帯びた藍色、腹側が銀白色で、体側には、多数の暗色の横縞がある。 1> 第1背びれ23から28棘状。第2背びれ12から16難状。尻びれ12から14難状。サワラ族に近縁であるが、エラ歯が全くない。頭部が前方に長く尖る。また第1背びれが後半部まで低くならず、長方形に近いなどの特徴で区別できる。震度0から20メートルの概要を回遊する。単独でいるか。 少数の個体が緩いまとまりを形成することが多い。食性は肉食性で、小魚、糖足類などを捕食する。エラ葉が全くないのでプランクトンをろかする能力がなく、ある程度の大きさを持った餌を染色する。異なる成熟段階にある個体が同時に採集されることから産卵は長い期間に分散して行われると推定される。卵及び事業は氷栄性である。 消化管内に、ヒルダナリデイカ級虫が寄生していることがあるが、人には寄生しないので、食品衛生上の問題はない。また、和歌山県勝浦沖で採取された個体に、貝足類のカマスサワラジラミグローポッツ、ハイゴメイヨネススティンストラップアンドルトキンが、寄生していたという報告もある。旬は春と秋。肉は白身でパク。フライ、刺身、味噌漬け。 煮付けなどで食べる。八丈島から小笠原諸島にかけては島寿司の材料として珍重される。小笠原では本種を加工して、節を製造する。その他、薩摩揚げの原料として利用される。栄縄や月などで漁獲される。海岸線からそれほど遠くない場所で適度な大きさの個体が釣れることから、分布域のほぼ全域でスポーツフィッシングの対象魚として珍重される。 釣り好きとしても知られるアーネスト・ヘミングウェイは、どの魚が、最も美味しいと思うか聞かれて、次のように答えた。H.E.D.D.N.T.Hegitate to d c l a r That Ahole, アレザベスト・イーティング、ファステスト、ランニングハーデスト・ファイティング・フィッシュ・イン・ザ・オーシャン。彼は躊躇することなく言ってのけた。カマス・サワラは食べて、最高、最も早く、最も難しい長魚だと。 ヘミングウェイの所有するフィッシングボートの船長、グレゴリオ・フエンテスが85ポンドの本種を釣り上げた、サイの記念写真が現存する。ありがとうございます。